はい、皆さんこんにちは。今日もボールを楽しく蹴っていきたいと思います。いるパターン、よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。これ何、これ、今年から、今期から東院横浜大学スポンサーになりました。何してんのどういうこと。これは東院横浜大学の練習着、東院横浜大学の練習着にスポンサーである翔吾が入ってるっていう状態。いや、こないだシーガルズもさ、行ったじゃん。シーガルズのバスにも俺これ乗ってる。え、どういうこと。これからはどんどんスポンサーに俺がなっていこうと思って。普通スポンサー募るぜスポンサーになるの。なっていこう。だからいろんなあのユニフォームとかに正午ボスのこれが貼り付いてくってこと。正午ボスのこの絵を見ない日はないぐらいいろんなところに貼ろうと思って。結構すごいね、このこれも。どうしたのこれ。これ実は俺 LINE のスタンプもあるの。これからもう募るんじゃなくて与えていく方ですよ、うん、僕たちは。与えても見返りは求めない。さあ今日何ですか。今日はね、っていうか僕サッカーですごい苦手なことがあって、 PK だけは本当苦手で。なるほど、 PK 対決をしていくってことね。そう、 PK マジ得意。くじ引きみたいなもんって俺言われてたから。ああ、いいこと言うね。 PK はくじ引きみたいなもんだから、うん、そのくじ引きに失敗したチームメイトがいても怒らない。グランドに来ました。風強いね。最高で、今日は PK の天才と対決します。はい、多分分かんないと思うんだよ、うん、サッカー見ないでしょ俺。あんま見ない。多分見てくれてる人は、うん、呼べば分かる。笹沼選手です。お願いします。さっさん、全国高校サッカー選手権、はい、決勝戦、うん、PK、うん、1本目、うん、笑って決めてます、うん、え、なんで笑っちゃったのいや、なんかもうその雰囲気で楽しかった。あ、分かるわ。え、PK ってさ、はい、得意なのやっぱ。そうですね。その外したこととかあんの。昔あったんですけど、選手権は3回やって、うん、3回とも全部決めてるんで。え、昔は外してたんだ。昔は、はい、自信ないと外したんですけど。コツ言ってよ、コツ。なんかせっかくだからさ、キーパーをよく見ることですね。キーパーをよく見る。いや、余裕ないのよ。キーパーをちゃんと見ることと、うん、まあ、あとは自分に自信を持つことです。あの、迷っちゃうとやっぱ外しちゃうんで、もう自分の決めたコース、うん、キーパーが見れない人だったら自分はもうここに蹴るっていうのを自信を持って思いっきり蹴る。キーパーを見れる余裕がある人は、自分だったら真ん中に立ってキーパーがちょっとどっちに重心向いてるかとかで蹴る方向を決めたり。すごいんだけど。え、寸前で帰るの。あ、そうです、寸前で帰る。言われてみればさ、分かるじゃん。緊張してるとできないのよ。できないよ、こっち動いたからこっちなんて。本番で決めてるってことでしょ。決勝戦だよ。いや無理よ。無理でしょ。勝ったらなんとかとかあるんだよね。そう、勝ったら、うん、何にしようかな。あ、でもなんか見ましたよ、あの、うん、スパイクと、うん、エアポッツプロとか。あー、なるほど、そういうとこ見てるんだ。あげられないみたいな。はいはいはい。もうそういうなんか、ほなんか今欲しいものみたいなのを言っていいよ。じゃあ、あの、あげられないエアポッツプロ。わー、いいじゃないですか。いいよ。じゃあ負けたらエアポッツ。勝ったら、うん、勝ったらなんかさ、視聴者プレゼントもらってもいいんじゃない。今持ってるさ、あ、これありますこれに、これはあげれねえか。そうとかさ、なんかわかんないけどさ、なんかさ、うん、もらえたらいいよね。カバンの中にいらないもの一つや二つあるかもしれない。そうだね、まあ、それは負けて、負けたら、そうだ、勝つ気やから。いいの、はい、負けたらいいの。そしたら翔吾応援してくれるよ。そうだ、普段なんてね、もう視聴者プレゼントするって言ったから一人にも応援してくんないから、かわいそうだよ少しはやっぱ応援されよ。そうだね、そういうのがパワーになるから。キーパーどうする。キーパーいるよ。どこにいんの。あれ、やってくれんの今日キーパー。あ、やります。あ、マジで。じゃあ2年の木戸です。1年の伊佐山です。あ、性格が全然違うそれではルールの説明。チーム正午ボスとニューヨーカベ、こっちは笹沼チーム、5本蹴って普通の PK と一緒。じゃあ行くぞ、カツラ。ナイス。ガラ空き。ガラ空きではない。うわぁ、緊張してんだろうな。いや、緊張してます。一発目。でかいぞ。これはでかいわ。でかいぞ。頼むぞ、翔吾。2本目。だから言ったじゃん。苦手だって。足引っ張んなよ。絶対決めてくるよ。2本目。
よし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 。オッケーオッケー。振り出しに戻すなよ。3問目。まっすぐ来るとは思ってなかったと思うよ。ですね。ああ絶対右か左だと思ってたもん。ガラキ？ガラキだ。3問目。乗ってきた乗ってきた。よしよし。4本目。どうやろ。危ねえ。四本目だね。普通に今止められたと思ったもん俺。俺も。なんて罵声浴びせようか。マジか。危ない。4本目。ああやっぱ。いやー。よし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 。でかい。これはでかい。決めたら勝ち？決めたら勝ち？三決めてそうだ。そうだよ。外してる。5本目。やる。くっそ。やっ。やったぜ。やった。これマジでやったよ。っていうかさ、うん、俺がうますぎたわ。いやうまいわ。最後のとかもう感動した。もう入ってこないもん。正直ね、うん、ちょっとやってみて思ったんだけど、俺やんの違うわ。だって俺何の痛みもないもん。AirPods もあげなくていいしさ、ただのゲストじゃん。二人でやんなよ。それはだってプレッシャー、ノープレッシャーだからね。そう、俺はだからちょっと背負ってるもんが違いすぎたわ。やってる時に思った。やってる時に、あれ俺何も失うもんねえなと思ってやってたから、うん、それよ。じゃあ勝者も思ってると思う。だから本当の勝負はこの2人でやるべきなの。うわマジ。1本目。よし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 。見れるわ。見れるようになった。あれじゃん。あれ？助走短く。一本目。いけるいけるいける。今日不調じゃん。不調だね。緊張してる？エアポッツがめちゃめちゃ欲しいんじゃん。得意になったかもしれない。ニューヨーカベの余裕をマスターした。ありがとうございます。まあいいよ。うわー出た。うわうまいわ。大丈夫だぞ。まだ3本ある。3本目。真ん中どう。3本目。結構あっちに行けるんだね。そうっすね。これはでかい。今ね、最後コース変えたの。
見て5目流れ変わった。流れに関してはもう岡部さんに聞き分かるからね。もう 88% エアポッド。6番目何あの左手。うわーっ気持ちで負け出しただ。外したらあれだもんな。やばい。最後は。いやーちっちゃいわ。さあということで、まあ、僕いた時は超大ボスチーム勝ったんですけど、本戦5対4かな、チームササナマ勝利。うやまあだって言っても高校の頃全国優勝ってなかなかできないじゃん。中学は、中学は全国2位。俺と一緒だ。俺ベスト4だわ。あー勝ったわ。いやすごくない。いやでも小学校はフットサルの全国大会決勝であいつに勝って優勝しました。っていうかもうルーティーンがやっぱさすごいよね。どんな局面でもやっぱ同じ入り方するんだね、はい、あれはいつからあれなってるの。ランパードが好きで。おお古いな。おお俺もめっちゃ好きだったけど、うんうん、チャンピオンズリーグの優勝した時に、うん、バイエルンでやってて、うん、真似したからもうずっとさ、なるほどね、自分の形になっちゃいました。入れてるんだ。もう入れて、はい、そっからもうランパードっていうかキーパーも呼ぼうよ。めちゃくちゃ止めてくれたね。相当止めてたよ。めちゃくちゃ止めたよ。いやはい、もうめっちゃうまかったです。1本目はもう余裕で分かってました。何があ、来るコース。コースが分かんの？あ、分かってました。1本目だって普通に止めたじゃんね。キャッチできたんですけど。めちゃめちゃ舐められてる。キャッチで。すみました、はい、なんかさ、弱いチップみたいなやつあんじゃん、うん、あれってやっぱキーパー的には屈辱なの？いや、うざいっす。あれってさ、何あれ蹴り方、でもジダンとかもやるじゃん、あれってあんな蹴り方しなくてよくない？その真ん中にドンっていくのと違うの？そうだと、一回キーパーの足が残って止められたことがあったんで。なるほどね。タイミングをずらしたいなと思って。タイミングずらしてわざとあのゆっくりなシュートにしてんだ。そうです。早いのだと多分キーパーが、足が残るキーパーもいる。なのにバカみたいに真ん中に早いの絶対届かねえんじゃねえかと思ってチップキックだと。なるほどね。まあいろいろありましたけど、じゃあとりあえずチーム笹沼はエアポッツ。おめでとうございます。だって面白かったね、 PK 対決。うん、楽しかった。楽しかったね、はい、なんかね、またやりたいね。またやろう。うん、普通に。ちょっと締めて。いつも締めてる。それはの、いつもは俺締めてるけど、今日負けなんだから。いや、お前が締めてんだろ。ふざけんなよ。じゃあいいよ、俺がやるよ。いや、これ、じゃあ俺やる。じゃあ俺やる。どうぞ。いける？はい、いけます。以上、ショーゴボス PK 対決終了。